工藤監督やナインが優勝旅行から帰国する中、今季最多勝のソフトバンク東浜は自主トレのためにハワイに居残った。V 旅行の2日目以降から別行動だった故郷の沖縄に似ている気候の常夏の島で、一切遊び話ですと、コンドミニアムで若手と共同生活を送りながら28日まで鍛える。投球回を今季の160回から20イニング上積みすることを目標にして、筋肉量を増やす計画だ。